まあ、そういうことがあったからってわけじゃないんだけど、ちょうどねその8月に面接があって受かるでしょ、うん、で翌春に就職するじゃないですか、うん、でもそのルーテシアってお店は10月11月ぐらいにリニューアルオープンするから忙しいって言って、うん、だからリニューアルオープンするからその時に手伝いに来いって言われたんですよ、はい、だからよくわかんないけど、だから俺すぐに車を買って、はい、車を買って朝その6時ぐらいにルーテシア行くんですよ、はい、で、9時まで働いて朝の、はい、でそこから30分かけて学校行って、はい、で学校終わって、また4時半ぐらいからまたルーテシアに戻って夜中1時ぐらいまで働いてみたいなのをずっとしてたの、はい、卒業まで、卒業まで、はい、そしたらそこのお店はさ月曜日休みなんですよ、はい、で俺はほら学校だから土日休みでしょ、でもそうするとさ俺の休みって1日もなくなるわけじゃん、はい、なんでか分かんないけど俺月曜日休んでも OK みたいな雰囲気が学校の中にできてきて、はい、もうそういう働き方をしてるっていうのは学校も知ってる、知ってる、知ってて、なるほどなるほど、そうだけどそのなんだっけ、最初それで休んでたらそんなんじゃダメだってそのルーテシアの親方に言われて、俺が学校に行かなかったらもうこっち来ちゃダメみたいな話になったんですよ、はい、でじゃあどうやってって言ったら、もう俺朝行って学校帰りに先生が何月何日今日出勤しました、出勤投稿しました、しました、はい、先生のハンコそれを持っていくみたいな、うん、あなるほど、ことをして、ああ本当に行ったんだなみたいなのをしばらくやらされてたかな、投稿証明書みたいなの、でさ、はい、一個不思議なのがさ、はい、俺車で学校に行ってって言ってたじゃないですか、はい、駐車場はってなるじゃん、うん、よくわかんないけど専門学校に、まあ、先生が止める駐車場があったから、うん、俺勝手にそこに止めてたのしばらく、はい、である日教務室に行ったら、あそこの車がなんか座って邪魔なんだよねみたいな先生が話してて、え、どうしたんですかって言ったら、どこどこナンバーの車が邪魔なんだよねって言うから、ごめん、あれ俺だわって。で、なんでみたいな、いや、実はこうでって、はい、ああ、そっかそっか、じゃあしょうがないよねって言って、俺駐車場で1個ね、もらって、で、学校に車で行って、でまた車で運転車行って、みたいなことやってたの。はい、教員専用の、そう、特別待遇だよね今思ったら関係なんないけど、いそうですね、うん、なんか今のお話聞いた後にする話じゃないんですけど、僕も大学の時にその時は国語の先生になりたくて、うん、母校に教育実習2週間行ったんですけど、その時朝がちょっと弱くてですね、最初の1週間やっぱり車で行って、うん、勝手に教員専用のところ止めててですね、金曜日にもうめちゃめちゃ怒られて、で次の週から近くのコインパーキングに止めたっていう話を、まあ、当たり前だよ当たり前だよ、そうですね、いやでもそれはもう先生から菅又さんはちゃんと許可をもらって、もらった、いや素晴らしい、いやでもそのルーテシアさんの親方のお話もちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、うん、目で耳で手でっていう風になんか仕事を覚えろっていう風に教わったっていうのを別の記事で読ませていただいたんですけど、うん、そのルーテシアさんの働き方といいますか、その指導というか、そういうのはどういった感じだったんでしょうか。はい、まあ、とにかくその厳しいよね。で昔、まあ、要は昔ながらの仕事の仕方って言えばいいのかな、1回は必ずこうやってみせてくれるんですよ、うん、で2回目は僕がやるのを見ててくれる、で3回目は1人でやって形をちゃんとしたもの出すみたいな、もうこの3ステップしかないんですよ、うん、なるほど、チャンスは要はもう2回しかないですよね、はい、うん、じゃあその間にしっかりもう覚えて、質問とかは許されるんですか。まあ、全然してもいいです。あ、なるほど。ただその洗い物もどうやって洗い物をしてるかとか、うん、どうやって準備をしたかとか、うん、どうやって掃除をしたかとか、うん、っていうのを他の人がやってんだから見てただろうみたいな、うん、この空間にいるんだから見てただろうみたいな感じでしたよ。だからそれが分かりませんは許されないみたいな。なるほど、うん、
なぜわからないんだっていうことになるわけですよね、うん、その同じ空間にいて見てたはずなのにお前は見てなかったのかっていうことに、なるほど、だからそのいやちょっと目の前のことだけ集中してましたっていうと、はい、いや本当に集中してるやつは視野が360度あるよって、うん、集中してるやつが1点しか見てねってことなんだよみたいなことを言われて、うん、ああじゃあダメなんだなみたいな感じでいた、うん、なるほど。その働き方に徐々に徐々に慣れてって、うん、こうルーテシアさんではどういったところまでお仕事の幅っていうのは広がっていったんですか？もう全て、いやもう基本、はい、視野としても必要な技術は全てそこで基礎を学んだなと思います、うんうん、なるほど、うん、本当に全てだね、うんうん、それであのフランスへ渡られるわけですけれども、うん、そのフランスに行きたいなっていうふうに思うきっかけとかまたあったんですか？いや、もともとそのフランス菓子をやるんだったら本場に行きたいな、うん、和菓子やるんだったらよくわかんないけど京都行きたいな、うんうん、のはあったんですよ昔から、うん、だからルーテシアに面接行った時もあのルーテシアの親方がお前俺が東京に行けてたらすぐ行くか修行に行きますって言ったら、じゃあフランスに行けって言ったら行くかって言うから行きますって言ったら、うん、あのなんか即答したやつがお前が初めてだっていう、あ、はい、で、まあ、それもあってなんか、まあ、合格した、まあ、要因の一つらしいんですけど、だからその面接されてからね常にこうフランスのことはやっぱ意識しながら、なるほど、こう仕事してるわけですよ。だからフランス人の人が講習会やるって見に行ったりとか、はい、東京まで来て見に行ったりもしてたし、うん、ね、本買ってみたりと か、うん、だから漠然とそのフランスで働くみたいなイメージはで、それでそのルーテシアも僕が4年間働いてから一回リニューアルオープンしたんですよ、うん、で、本当はリニューアルオープンするタイミングで辞めようとしてたんですよね、うん、そしたらその俺が一番最初に入った時に一番こう面倒見てくれた先輩が、いやどう攻めるんだったらこの移転オープンして大きくなったところで1年やってから辞めたって多分遅くないよ、うん、見れるものはいっぱい見とけって言われたので、うん、で移転して1年経ったぐらいにフランスに行きたいんだって話を親方にしたんですよね、うん、そしたら親方から、いや実はもう知り合い通して探してるから、うん、とりあえず3月末までにスーツケース用意しとけって言われたんですよ。はい、それホワイトデーちょっと前ぐらいですよ。ああ、じゃあ3月入ってすぐぐらいの、うん、はい、で3月末にスーツケース買ったって親方に言ったら4月1日になって、じゃあお前働くのは4月7日まで、はい、で4月19日にフランス行けって言われたおかしくないなんかすごい急展開ですね。いやすごいよ、はい、でもそんな早いと思ってないからさ、はい、うん、慌てて車売ったよね確かにそうですよね。本当なら何件か回って交渉したいところですけど、もう時間もないですね。速攻車売ったよね。で車売ったお金で俺飛行機代買っと、ね、ゲットしたからさ。ああ、なるほど。そのチケットは取ってくれてたわけではないんですか？違うそうじゃなくて、はい、向こうの人たちにこいつが多分4月20日ぐらいから行くよって言ってやっただけで。なるほど。だから19日までの飛行機に乗ってとりあえず行けるって。そうそうそう。あ、なるほど。その時のチケットはこれだぞっていうふうに退職金代わりじゃないですけど。ね、あ、なるほど、うん、すごい。じゃあその時あれですね、じゃあ車を持つ生活じゃなかったらどうしてたんだろうって思うような。いや、もう親に土下座してる感じなんですけどいやでも結構焦ったよねそれ。はい、そうで、そのほら全然関係ないんだけどさ、その辞めるっていう、辞めろって言われて、その19日までっていう間って実質12日間しか俺空いてる日がないんですよね、はい、4月7日に辞めてるから、うん、でもなんなら4月の9日10日で俺が昔から好きだった人の講習会があったから、はい、そのアシスタントもしてるんですよ俺、はい、だから実質フリーになったのと俺11からなんですよね。はい、そうするともう8日間しかない。だって俺11日に飛行機のチケット取りに行ったら、うん、俺のパスポート切れてたから慌ててパスポートを
あの再発行してそれができるのが17とかだったから、うんうん、で18日に慌ててもう一回チケット取り直して、はい、で19飛んだんですよ。うわめちゃくちゃギリギリ、ね、なんかそうですよね、こうホワイトデーの期間もお菓子屋さんにとってめちゃめちゃ忙しい時期ですから、うん、そこでなんか準備もあまりできなかったでしょうし、いやすごいですね。すごいですよね。で向こうで住まいとかも決まってないですね。でもね、なんか住み込みだったんですよね。1階が店舗でその4階にそうなんかそういうやつらを住ませる場所があって、はい、それでこうフランスでいろんなお店回られますけれども、うん、最初にその親方の紹介で行かれたところはどれくらいいらっしゃったんですか。うわ1年いましたね。あなるほど、うん、そこで語学とかもなんか仕事をしながら習得していた感じですか。そうですね、はい、あとはそのフランスの1年間のパティスリーの流れっていうのを見たかったから、うん、だからとりあえず1年いましたね、うんうん、でいろんな地域のいろんなお菓子学ばれると思うんですけど、うん、特にこのお店のとか特にこの地域のお菓子印象的だったなっていうお話を聞かせていただいてもいいですか。あ僕はねあのアルザスなんだよね、うん、アルザス地方ってあのまあ文化も独特だしその街並みも他の地域とはちょっと違うんですよね、うん、でもちろんその歴史の背景的にさドイツの、ね、植民地だったりもした時があるからあの少しやっぱりこうドイツっぽいお菓子もあったりして、だから漠然と興味がプラス自分がこう昔からずっと修行してる時からこうすごいなとかなんか憧れてるようなシェフたちってみんなアルザス地方で修行してたから、あっちに行くとなんか変わるのかななんてざっくりと思ってて、だからある程度経って最後はアルザスで修行してから帰ろうって決めて修行スタートしてたんですよね、うん、なるほど、うん、向こう行かれたらもうその次の修行先とかってもう基本的には紹介というかもう自分で探していくようなイメージなんですか。もうねあの1軒目決まったら働きながらもうどんどん手紙書いて、うん、手紙が届く頃に電話して、うん、手紙送ったんだけど見てくれたって、うん、で働きたいんだけど会ってくれませんかみたいな、うんでいついつみたいな感じで会いに行ったりするんですよ。なるほど、うん、そうするとなんか試験とかをやって明日から来てくれとか。いやとりあえず、試験とかもなくそのビザがどうのとかっていう話をしてでそれからいいよみたいな。でも俺、うん、最初2年間ビザなかったから、はい、うん、不法そうです不法ですでもそこでちゃんとビザを取られてで、一回帰ってきて、学生ビザ取って、はい、もう一回行って、はいはい、で、それからアルザス行ったんですよね。なるほど。アルザスは、ビザがないと働けなかったので。なるほど、なるほど。じゃあ、なんかもう、そこから、もう一回、一からじゃないですけれども、気持ち入れ替えて、うん、なんか、そうそう自分の意思で、自分の行きたいタイミングでっていう。そうそうそう。そこはね、なんか良かったよね。なるほど。良かった。だから、その、アルザスの、はい、その、なんか、ドライフルーツを使ったり、うん、あとこうスパイスを使うお菓子がすごくなんかこうなんか良かったんだよね、うん、どれ食べても美味しいなと思ったり、うん、すごくこう影響を受けたかな、うん、その影響を受けたお店ってのはどちらなんですか。僕が、はい、影響を受けたお店はあのいっぱいあるんだよな。だけど実際働いてた店はチェリーミロップっていうお店で、うん、クーロフとかファンデビスとかが有名なお店なんですけど、うん、けどその他のお店もあお菓子も割とこうしっかりとそのなんかアルザスっぽい雰囲気のあるお菓子で、うん、俺食べても美味しかったんですよ。なるほど、うん、いや面白いですね。そのミロップではどれくらい働かれですか。ミロップは結局、半年ぐらいしか働けなかった。そうなんですね。ビザがなくて、はい、切れたかな。それで、あ、それでもう日本に帰ってこられる感じですか。いや、それで、はい、パリに一回戻ったんですよね。はい、うん。その前もパリにちょっと行ったんですよ。はい、だから僕は最初1年間ノルマンディにいて、うん、でその足で半年間あの南フランスにいたんですよ、うん。で、それから一回日本に帰って、うん、
で2ヶ月くらい経ってもう一回フランス行って、うん、で半年くらいパリにいて、でまたそれからアルザス行って、でまたパリに戻ってきて、うん、半年近くいて帰ってきたんですけど、はい、だからその知り合いがいたから、アルザス終わってから友達のところに転がり込んだんですよね、うん、お金がなかったんですよ。もうこれね、20ユーロぐらいしか持ってなかったの、その時2000円ぐらい。ああ、そうですよね、はい、で友達に済ましてっつって、はい、でも20ユーロでしょ、で久々にパリでしょ、はい、とりあえずなんか美味しいもの食べようって焼肉食べ行ったんですよ、はい、そしたらそこに知り合いが働いてたから喋、はい、ってて、いや俺今日にあのアルザスから帰ってきたんだけど、うん、ちょっとパリでしばらく働こうと思って、そしたら今バイトが足りないって言うから、じゃあ俺バイトするよっつってそれで俺焼肉屋でバイトするからえ、じゃああれですか、こうフランス修行の最後は焼肉屋だったんですか？違う違う。で焼肉屋で、最初の1週間ぐらいガツッと働いて、はい、生活費をちょっと貯めて、それからは日月焼肉屋、はい、で、それ以外は、6時から2時ぐらいがパン屋さんで、はい、で、3時から9時10時ぐらいまでケーキ屋さんで掛け持ちしてた。3つ掛け持ちしてた、すげえかなってその時。あ、そうですね。なんかもう使う暇がないぐらい働いてますもんね。そうそうそう。でだってほらそれでさ、はい、ね、土日日月かは焼肉屋で働けるからさ、肉も食べれるし、はい、そう、そうか、でパンも食べれるし、デサールもあって、ああすごいバランスがいい。健康で超健康でなるほど。それでじゃああれですね、しっかりお金を貯められて、うん、そのお金はもう使い切って帰ってくるんですか？そうです。あ、ちゃんとそれを使っ、それで好きなものを食べて、はい、なんかぐるっと旅行して、うん、でも足りないからやっぱりほらクレジットカード全部ね、限度額までやったら、はい、すっからかんだったから、はい、帰ってきた。なかなかあれですね、すごい豪快な。いや、なんかもう、もうね、なんか次ないかもしれないみたいな、はい、あるかもしれないじゃないですか、はい、って思ったら、その時バッて使っちゃえと思ってて、だけど俺一箇所だけ回りきれない、ずっと行きたいと思ったけど行けなかった場所があって、南フランスに、はい、あのカルカッソンヌっていう、はい、町かな、忘れちゃった、あるんですよね、はい、すごいなんかね、こうお城城壁がこうある町があって、はい、そこに行きたかったんだけど時間がなくて行けなくて、うん、またどうせ行くだろうって思ってパリに戻ってきたら行かなかったんだよね、うん、って言ってからもうね何年も経ってるから、ああ行っといけなかったなって今すげえ後悔してる。あ、その後またじゃあフランスに行かれる機会がなかなか作れずにっていう感じなんですね、うん、結局2005年に帰ってきて、うん、その後フランス行ったのってさっと言うけど2012年とかそのぐらいだったりしたの、うん、でもその時もうパリだけしか行かないとか、うん、ってなっちゃって全然そっちの方行けてないんですよね。あ、そうなんですね、うん、なるほど。なんか働いてた時とかはフランスと日本って近いと思ってた、はい、うん、けど日本に帰ってきて日本の生活にまた慣れちゃったら、うん、もうねものすごく遠く感じるんだよね、うん、いくら、そうですね、12時間、フライト時間だけでも12時間14時間かかりますし、うん、成田に行ってとかチケットを取ってとか、うん、休みを決めてって考えるとなかなか踏み切れないですよね、なんかそれがちょっと寂しいなと思ってる、うんうん、なるほど。こうそのフランスから帰ってこられて、うん、ガソリンスタンドでアルバイトをしてたっていう、うん、そこはなぜそのもう意気揚々とお菓子屋さんに戻るではなく、うん、なぜガソリンスタンドだったのかなっていうのを、はい、一応修行が終わってまあお金もないから新潟にいたんですよね、うん、でもともと僕ら佐渡が実家なんですけど、僕がフランスで修行してる間に親父がなんかもう年だから最後ぐらい自分で好きなことをやりたいって言って、うん、その母親の実家で働いてたくせに
俺新潟でお店経験普通にやりたいっつって、はい、お店出したんですよね、はい、それはその系列店ではなく独立っていう感じ で、なるほど、もうやりたいっつって、はい、でそこに姉が販売をして手伝ってて、で他に従業員もいて、はい、みたいな感じでスタートしてて、でなんだろう、あのまあオープンしてね1年経ったか経たないかぐらいだったんです、うん、俺が帰ったのタイミングが、だからちょっと手伝おうかなと、うん、で手伝ってるんですね。喧嘩するんですよね、ああやっぱり、はい、だってさ29歳ぐらいでさ、うん、ある程度修行しててさ、うん、でもう俺こうなんだって言っても、うん、いやそれじゃあなみたいな感じのことだったり、うん、親父がやってることに対して何それ、うん、やっぱなりますよね、はい、いや本当はこうだろみたいな、うん、俺の方がいいだろみたいな、うん、いや俺の方がみたいになって、でなんかもうすげえ喧嘩ばっかりしてたんだよな、うん、で頭に来て、あもうやめろわっつって、うん、でその親父の店辞めて朝大喧嘩して一回、はい、うん、もうマジでどなんかもう怒鳴り合って、もういいやもう出てくるわっつっても出てって、うん、でも家もさ姉ちゃんと親父と3人で住んでたけど、もうそこも嫌だったから、あの当時付き合ってた彼女の家に行ったりして、うん、あんまり会わないようにしてたの、うん、でも仕事をしないとさ、ね、生活できないんじゃない、うん、でうーん、まあ、とりあえずガソリンスタンドでもいいからバイトしようかなみたいな感じで、うん、エニオスでバイトしてた。そうなんですね、うん、